こんにちは、みみのはんなり京都 TV だっせ。今日すごいで、いつもすごいけど今日すごいで。今日はね、ちょっとね、仲良しのね、おっさん仲間、アッキーちゃんからちょっとご紹介いただいたんだけど、アッキーちゃんちょっと出てきて。はい。なんでこれあれ。京都へ。おいでやす。どうでした京都、アッキー。ポッキーです。はい、はい、ポッキーです。ポッキーちゃん、はい、ポッキーちゃん、はい、今日なんかあるらしい。そう、今日も俺も呼んでもうたんやけど、なんかもう楽しく行きたいっていうことなんで、呼んだよ。なんかでも盛り上げてほしいね。盛り上げるけど、なんかこれサプライズあるんやろ。なんかサプライズ、あんたも知ってる、おっさん、うん、あんたも知ってるおっさんがおる。そう、料理作るから。いや、ちょっと楽しみやわ。ではどんな形になっていくのか、今日もアキちゃんと一緒に漫才を繰り広げたいと思います。みんなのシューついてきなさい。イエイ。中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする。チャンネル登録よろしくお願いします。こんないい感じの食堂ですわ。いきますよ。はい、ひまわり食堂。ひまわり食堂むっちゃいい感じ。何があるのかお楽しみ。うわ、おぉ、うわぁ、やばぁ、鼻かすいたよ。すごいな。こんなことあんねんな。うん、それすごい。これ夜はね、うん、何時からですか、完全版。10時から。15時から完全は10時。え、ほんでね、10時、3時から10時までは、うん、イタリアン料理と、うん、日本料理食べれるんだけど、うんうん、10時からこれ缶詰バーなの。10時からって夜の10時？夜の10時から。夜の10時から缶詰バー。これなんかみんな大好きシリーズなお店やな。そう。こういう店みんなめっちゃ大好きだ。すごいな。ほんで、田中さんとシェフが、洋食のシェフがいるの？イタリアのシェフ。イタリアのシェフ。すごいな。もう、むちゃくちゃ有名らしいで。そんな見えてるわ。手だけ見えたわ。うわ、すごいな。この、なんかもう黒板もすごいけどな。すごいな。ウイスキーだけでもこんなに種類あるの。こちらがひまわり食堂の大名物。洋食と和食のコラボレーション、すごくないですか、これ。本日のシェフメニューでこんなに種類がある。2021年12月。はい、前か。はい、ということでやってきたぞ。ひまわり食堂さん。はい、ひまわり食堂さん。3年前、2021年のオープン。ね。ええやろ。ええな。日本料理も楽しめて、イタリアン料理も楽しめて。なんで今日頭にひまわりつけてきいひんかった。絶対似合うで。ひまわり。イメージ崩れる。なんでな、夏やし、ひまわりつけてきた。とりあえず飲もうや、もうしょうがない。わかった、はい、うるさいわ。ほんなら、うん、男飲みで。男飲みで。女飲みで、はい。いきたいと思います。瓶ビールからいきましょうか。瓶ビールから。中瓶680円。もう入ってるけどね。うん。どんどん進みが入る。乾杯、お疲れ。ほんなら、お疲れさんでした。皆さん、乾杯。最高。今日はね、懐かしい田中さんの作る日本料理、数品と、イタリアンシェフの作る、むちゃくちゃ美味しいパスタ。これがうまいらしいね。らしいね。はい。ということで、今から食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いたします。いたします。これ、いいね、これ。あ、ちゃんと風来る。いいね。なんかこう、昔風で。だってこんなのトタンの壁やで。うまいな。見てみえ、この街灯。見れば見るほど発見してる。見てこれ。これやばないこれ。何なんと食べたら持ってないです。赤い1杯50円です。アキさん、アキさん、ちょっとアキさん、あの次いい角ハイボール面白いにあんやろ。それちょっと店員さんの可愛い和子ちゃんに言ってもらうから。そうそうそう、なあ、ちょっと和子ちゃん、和子ちゃん、うん、サイコロゲームをしてるよ。はい、はい、はい、サイコロゲームをやってもらって、わこちゃんを転がすんか、わこちゃんコロコロ転がすんか、転がすゲームをしてもらって、うん、私に勝ったら、私に勝ったら、メガハイボールなんで、メガハイボールを
オッケー。オッケー、通訳付きやな。オッケー。オッケー、転がして。いけ。はい。7? 7、7。じゃあ、俺行くで。はい。あ、出た。目が早い。やば。おー、いいね、このシステム。1とかにしてや。はい、頑張ります。頑張ります。はい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 。ちょっと待って、これやばいやっちゃう。これ何なん？これ一番高い、一番多い。無理や。一応やるわ。どういうことあるからあかんだなぁ。どうもいいよ、可愛いから許してあげる。来ましたよ。美味しそう空心菜のカニシューマイ。空心菜ってない？空心菜は穴開いたやつや。茎に穴開いてんの。中国の野菜。ああ、ミムさん来たで、空心菜、カニシューマイ食べ。そうだね。急に、急に始まってるわ、この人。急に始めた。アホちゃうか。アホちゃうか。行くよ。もうここはね、あの店はね、まあまあその食べログでもね、定評がね。もういいから、早く食べろや。定評がの理由は、もうなんかいろいろ、こうやりとりや。社員さんのやりとりやなんなんそんな。だから俺らもそんなやりとりになってるから。どういうこと？意味がわからん。意味が全くわからん。何を言うてんの？言うてええかな、そこまで。何を言うてんの？いや、食べログでここ低評価ね。なんで？まあまあ低評価の価値。悪いけど、田中さんの。なんでかって言ったら、うん、結構、その、利用者さんが喧嘩しはるみたいで。利用者が喧嘩する？ね、利用者が喧嘩する？従業員さん。ああ、従業員さんが。そう。そら低評価なるわ。でもええやろ、全然そんなことないよな。いや、料理は美味しいやん、ね、料理は。絶対うまいで、料理。はい、食べよう。いただきまーす。いただきまーす。うまーぐでんぐでんなってるわ。一人で暴走してますから、この人。うまー。カニシューマイ、空心菜の和食だけども中華。空心菜の食感が最高。うーん、うま。これ、うん、うまカニシューマイ。カニシューマイと空心菜って珍しいね。シャキシャキしてる。うん。カニシューマイの出汁が空心菜に染み込んでうまい。うん。ほんで、はい、勝ちましたね。負けましたね。メガハイボール。ねえ。ミムさん負けたし、普通の。普通の。こんだけ頼んねん、ほんまに。ちょっとこれも前出して。見て、これ。負けました。でも味は一緒ですよ。ああ、最高やな。うま。どんどん来てますよ、どんどん。でも、低評価、低評価言ってるけど、めっちゃ美味しいやん。味はええねん。味はええねん。従業員のせい？そう。従業員のせいなん。従業員のせいなんかって聞いてんねん。職人さん対職人さんやからね。そうそう。うん、ええことや。喧嘩してるふうに聞こえんねん。耳が悪いから、うん。さあ、来ましたよ。一枚塩焼き1300円。これミームさんの大好物。はい、大好物。ナスビ。はい、ナスビ。聞いたよ。ナスの揚げ浸しとろろ。やばいね、これ。500円。こんなことなるんや。はい、すごいな。うわ、トモ食いや、トモ食い。柔らかトモ食いや。めっちゃやばい。トモ食いは来たじゃあ、むちっとしてる。うまっ。どう、どんなん、どんなん。もうね、歯いらんぐらいにふわふわや。ほんまに、ほんまに歯いらんの。ほんまや。ちょ、飲んでみてや。飲んでみてや。飲みできる。噛んだら噛んで、飲みや。うまっ。咀嚼なし。よし。噛んでるかな。あ、でも飲んでる、飲んでる。いいね、いいね。あ、ほんま、ほんま柔らかそう。塩加減もちょうどよ。ほんま最高やな、私大好物やで、はい、あ、暑いと思ったら冷たい、夏にはいいんじゃない、これ需要競争やで、はい、需要競争。レポ20秒うるせえ、いくぞいくぞ。ほな、これ初めて食べろ、でもとろろ、うん、うまいよな、うまい、うん、私何でもね、白ご飯好きやから、これ白ご飯の厚白ご飯に大絶品やわ、これ出汁が効いてそうやな。うーん、出汁めっちゃ効いてる。さすが田中さんや。田中さんすごい、うん、とろーと混ぜるのがすごい、初めて食べた、うまっ。次何や、これすごいな、これ田中さんなんかな、和食じゃなくてこんなのも初めて食べる。ハマフライと卵焼きのバケットサンドイッチ、これ600円、安くない？いきます。
うん、あ、うん、ふわふわ、うまっ、本格的で、創作がすごい。おぉ、うわぁ、会長お邪魔して、あやちゃん、こんばんは。いや、めっちゃ嬉しい、あやさん来てくれた。うん、ちょっとどうも。いや、びっくりした。あ、じゃ撮ってんで、撮ってんで、すごいことになってる間にすごいものが、私の大好きなものが来たわ。 あれもう一品行くのやろこれ。うん、うわ、めっちゃ湯気出てるこれ。うるせえうるせえ、あ、食えー、ほんまおい、どうやあ、一柄どうやどうやどうや、辛ないわ、辛ない、どうや、うまい、せやろ、これイタリアンシェフの料理初めて食べたん。あ、本格的やだ。えアラビアータ、うん、いける、うまい、全然辛くない、おいしい、これはうまいわ。パスタでもよし、ペンネでもよし、どっちでもよし、うまい。ありがとう。なむな、ね、じゃん、はい、アイジちゃん、はい、フィナーレはね、はい、田中さんの、うん、もう大名物、うん、うちら食べたことないけども、大名物。なんでかはそれ言わへんけども、どこに行ってたか知ってるから。食べたことないけど、カレーうどん、絶対うまい、絶対うまい。なんで俺が読んだのにこの人が仕切ってんの。そうや。俺より全部わかっとるやん。そうや。なんでかっていうと、これをアキちゃんにメンバー級の。こんなにもう。アホほどやってもらうから、みんな楽しみにしててください、ね。やけどするやろ。やけどさったら待っとけよ。チャンネルはこのままで。うん、落としそうや。怖い。やばい。やばいな、もう量。ええー、美味しそう。トッピングしたり、はい、うどん、あの、最後、ご飯入れたりできる。トッピングもあるあれ、コロッケとか入れられる上に。コロッケ入れんのこれ。やば、カレーコロッケのありやん。ほんなら、田中さんの前で、ちょっとメンバーゲームやるわ。ありがとう。前から、カレーの知ってやましてた。ありがとう。和風やな。アホやな。あっ、アッキーはいて、もっと行け、もっと行け、アッキーもっと行け、もっと行け、もっと行け、行かへんのか、行かへんのか、ハイゲームじゃー、どやけどするわ。うーん、うーん、うまっ、めっちゃうまっ。他のカレーうどんより濃いめ、濃いうか、コクコク、めっちゃうま、熱いうどんうまいな、これめっちゃうま。今までカレーうどん食べたけど、すんごいコク、だしも効いてるし、このなんか深みのある甘み、そうね、もちろん激辛ちゃうやん、これそこまでしない、食べれへんなかなんか、うどん終わって食べれたらご飯入れる。あ、そう、なるほど。うどんもね、もちもちしてるな、これもちもちしてる、うどんやん、うーん、すごい。なん、さぬきなんや。さぬきなんや。うん。星があるよな。むっちゃうまい。めっちゃ美味しい。京都ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン。このカレーうどんだけでも食べに来い。ほんまに。ほんまうまい。なん。田中さん、最高。最高。ありがとうございます。一流料理人。はい、来ましたよ。はい、しらすのパスタ。これ珍しいね。しらすのパスタ1200円。これ珍しいで、これイタリアンのシェフが作った、すごい、しかもシラスやで、和のコラボレーション、見て、へい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 、トルネード、もうね、香りがすごい、うるさいうるさい、黙って食わせる、うーん、これ初めて食べたけど、初めて食べたけど、しらすとパスタ合わせる人おる？和風やろ、和風じゃないねん、しらすの塩加減、塩がしらすやん、塩がしらす、これめっちゃうまい、めっちゃうまい、さすが食レポ YouTuber ですね、最高最高。いや、もうちょっと今日ね、昭和食堂ひまわりさん、ね、今日頭にひまわりちょっとユニフォーム忘れたけども、昭和食堂って勝手に作ったらね、でも昭和食堂やん、どう見てもどう見ても令和食堂かこれ、まあまあね、ちゃうやろ、昭和食堂ひまわりさん、皆さんここに来るときはひまわりをつけて来てください、
するとなんかあるかもしれない。寒い寒い台風か。いや料理もうまかったな。めっちゃ美味しかった。もう日本料理の達人とイタリア料理のやばくない。もうあの職人がそう。もう間違いない料理なんで。こんなことないよな。うん、ほんま。ほんまに。はい。で、あの、料金も結構立ち飲み価格の料理とかもあるし。リーズナブル。はい。お酒ももう、日本酒からワインからビールから何でもあるんで。何でもある。大学生も。大学生も。大人もおっさんもおばはんも。大人もおっさんもおばはんも。食いに来い。食いに来い。飲みに来い。はい。はい、締めてください。はい。そんな感じで、皆さん、ぜひぜひ、このひまわりちゃんの食堂、待ってますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。みみはんなり京都 TV 踏んで、ミスター京都アッキーの食レポチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に行くぞ、愛してまーす。そっちで締めたんだ。ありがとうございました。